リオナリド、アラビット、ラジオの仕掛け。はい、始まりました。はい、始まりました。9回目ですか？ 10 回目ですか？今回で10回目、うん、お、記念すべき10回目、記念すべき10回目。はい、そうです。私がハラミンです。リオナリです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ラジオの仕掛け人ということで始まりましたね。始まりましたね。また今週もやってきましたね。やってきましたね。素晴らしい、うん、はい。私は1個問題を抱えています。お、問題定義をしたい。いいじゃん。何問題だって抱えてた。抱えてますよ、問題を。あ、分かった。何すか、おっしゃってください。ツイッターでつぶやいてたな。はい、なんだ。あなたは問題を抱えるとすぐツイッターでつぶやくから。おっしゃってください。何ですか。握手会の、あ、それ先に話していいですか。え、それじゃない。それで、じゃあそっちからでいいですよ。あ、2つあったの。2つですまあ、それも話そうと思ってましたけど、この後そっちがメインじゃない。じゃあそっちが先に行きますか。じゃあ、欅坂の握手会が、はい、本当に近づいてきて、6月だっけ。それで言うと、じゃあ、じゃあ お便りを先に読ますのっていいですか。あ、いいよいいよ。はい、ラジオネーム、こんにちは。はい、こんにちは。握手経験者、リオナリさん。はい。握手童貞、ハラミンさん、こんにちは。こんにちは。以前、ひらがなアップバックでハラミンさんが欅坂46の握手会に行くという動画がありましたが、いよいよその握手会が近づいてきているので、改めてもう一度握手会への作戦会議をしませんか。自分も欅坂が好きで初めて握手会に行った時は緊張で握手してる手の感覚がなくなり、応援してますの一言しか言えなかったので、どんなことをどんなテンポで話すのか決めといた方がもっと握手会を楽しめると思います。PS、 握手し終わった後ニヤニヤしてしまうので、にやけ顔を見られたくない場合は顔を引き締めるのがおすすめですと。はい、といったようなお便りをいただきまして、ね、はいはいはい。まあ、これもまあ確かに大きい問題でしょう。これ問題めちゃめちゃ問題。だって問題みたいな感じでつぶやいてたじゃん。やばいくないですか。何が。俺だから、この間うちに女性のゲストさん来てくれたじゃないですか。来ましたね。まだ誰とは言わない方がいいよ、言えないですけど、まあ後日動画が上がるじゃないですか。はい、上がりますね。で、昨日もあの女性の方がいらっしゃったんですよ。はいはい、どちらも美しい女性で、はい、で、やっぱまあ俺比較的ボーイのことを女性関係でいじりますけど、いじるね。僕も目見れないんですよ、うん、綺麗な女性の、うん、だからこの間来てくださった方の目も見れなかったし。え、嘘だ、そんなことないし。いやいや、あれはあの方が上手だったから。ああ、こうまい感じにこうほぐしてくれたというか。ああ、はい、なんか緊張をね。そう、緊張を話しかけてくれたじゃないですか、はいはい、だからまあいけたわけですよ、うん、で、ミクリンとか姫ぐらいになっちゃうと結構合ってるからもういけるんですけど、急ああ、そういうこと。急に童貞感出したなっていう。いや、なんか、いや、もういやいやいや、かわいいさん急に。違う違う、もう綺麗な子とは目を見れないよ、よ、うん、昨日の方とか特にもう全然ダメで、うん、お前あれだな、なんかなんか、いや、ワンチャンこのラジオを欅坂のメンバーが聞いてると思ってた。いやいやいや、思ってない。これだけワンちゃん聞いてて、ハラミさん緊張してるんだ、かわいいみたいな思われたいと思ってるな。いや、さすがにこれ聞いてると思ってる。そこまで俺はうぬぼれてる。さすがに、もう、それはない。さすがにない。ワンちゃんメインはあるかなって、ワンちゃんは思ってる。ワンちゃんね。さすがに。ワンちゃんあるよね。ワンちゃんあるよ。いや、ワンちゃんあるよ。なんで、YouTube はさ、全世界にさ、配信されてるわけで、その急上昇欄っていうさ、全員がさ、全国民共通でさ、見てるさ、あれにさ、入ったりしてるわけだから、我々も。そう、俺は比較的、こう、いやいや、見てないだろうなって思ってた方がいいじゃないですか。だから、いや、言っても見てくれてないだろうなと思ってるんですけど、この間なんか、事務所でボーイ覚えてるか分かんないですけど、村井さんとボーイと俺でいて、なんか、欅坂の子もワンチャン見てるかもしれないな、みたいなボソって言ったんですよ。見てないかもな、の手で言ったんですよ。そしたらボーイと村井さんが、いや見てるかもしんないよみたいなことを力強く言ってくれて、俺はそれで勇気をもらえたわけですよ。あ、そうか、そうだな。アラミさんにとっては見てる方がいいわけ。はい。俺ね、いや見てると思うよ。わかんない、だって、はい、その、まあ、ニュース的な、ね、ことが起きたらさ、はい、伸びる動画もあるじゃないですか、はい、例えば僕の結婚ですらあんだけ見られたわけですよ、はい、そうですよ、全然ありますよ、可能性。そうですよ、あのね、それで言うとね、私最近こう髪切って、そのちょっと前のめっちゃ伸びてた時から髪型セットしてるじゃないですか、そうだね、帽子かぶるみたいな。確かに確かに。あれなんでだから分かります。ひらがなの中では伸びてきちゃったからとかって言ってたじゃないですか、かっこつけてる。
あ、分かった分かった、握手会に向けて、あ、認知させようとしてる。握手会は俺髪、まあ、帽子なんてセットしていこうと思うんですよ、うん、で動画の直近の動画で帽子かぶってて急に握手会で髪セットしていったら分かんないかもしれないじゃないですかだから動画の中で一応セットしちゃって、あの人じゃんみたいな、ワンチャン見てるかもしれないじゃないですか、うん、だからですいや楽しそうだな楽しいっすよ、そうなんですよ、いやそうだったんだ、そうです、そういう理由だったんだ、そうです、別に暑いとか暑くなってきたからとかじゃねえんだ、伸びてきたからとかじゃないっす、そういうワンチャン、そうっす、そうなんですよ、不純な気持ちだった、不純じゃないでしょそれは、だってあなたは不純じゃない、それはあなたは分かるでしょ、分かる、あなたなら分かってくれる、純粋な気持ちだ、これを見てる人で聞いてる人で不純だと思ってくれる人たくさんいると思うそれは構わない、俺は確かに俺自分でやってること不純だなと思うでもあなたはそれは分かってくれると思って今言ったんだけど、ここにいるボーイはちょっと引いていますいや俺はね逆にね何その恥ずかしくてそこまでいかないから、逆に見られたくないから、あ何を動画を、うん、なんでいやっていうのは、はい、その動画でさ俺言うてさ、はい、まあ動画の時にさ、基本テンション上げてんじゃん、わーって上げてます。プライベートめちゃくちゃテンション高いかって言ったら俺そうでもないわけ。そうっすね。うん。基本的にはね。まあね、それはね。そう、別に無理してるわけじゃない、テンション上げるのも。そうっすね。そう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 。動画として割り切ってとかじゃなくて、まあ単純に楽しい時はまあテンション上がりますけど、その状態が本当に素なのかって言ったら、握手会の時にその状況でいけるかって言ったらいけないわけ。いけない。となると、あれ、こいつ、動画で見たことあって、あ、いい人そうだったのに、急に暗い感じだな、みたいな。ああ。でも暗い感じじゃないじゃん。ボイは。素は。ああ、まあまあ、別に。別に、そうだね。普通じゃん。別に暗くはないね。うん、でしょ、うん、だから別にいいじゃないですか。うん。だからいいと思う。別に見られてたっていいじゃないですか。いや、でちょっと。なんでよ。恥ずかしいな。なんか、いや、というのも、だからまだ俺わかんないですよ。握手が行ったことがないから。うん、どういう会話の範囲でどうすんのかとか全く分かんないから、うん、ワンチャンですよ、ワンチャン見ててくれたら、ああの人だみたいなので入りやすいじゃないですか、入りやすい、ワンチャン見ててくれたら、うん、だって俺例えばこの間の大阪のオフ会でも翔右衛門 TV いたじゃないですか、いたね、翔右衛門 TV 見たことあるから、あ翔右衛門 TV ってこれ行きやすいじゃないですか、行きやすかこっち側も、非常にね、非常にね、非常に喋りやすか急に今翔右衛門 TV の名前出てますから誕生日メッセージの村さんもね、そうそう、ドッキリで協力してくれた YouTuber の方です、ね、そうね、だからその話しやすいなと思って、うん、こうやってるわけですよ、うん、だからいろんなこう作戦があるのかも分かんないですけど、うん、でも分かんないんでしょ、分かんない、そっか、今とりあえずさ、うん、見てくれじゃん、見てくれ、ハリボテのさ、うん、を作ってるし、今いやいや必死にさ、はい、必死にトンカチでさ、ハリボテを立ててるわけじゃん、期日までに そう一生懸命中身がないわけだよ、特化工場みたいな、中身がないですね、そう裏側見られたら終わりなわけ、終わりですね、もうね、そうそう、貧乏ちゃまなわけじゃん、そう、確かに、どうそこだよ、話す内容でしょ、結局はだから何を、どう、何秒話したことないの、あるでしょ、ありますよ、もちろんありますけど、何秒なのかも分かんないし、いやでもそれはさ、コメントでも来たじゃん、どう剥がされるのかも分かんないし、今の握手会はめっちゃ短いって聞く、うんね、全国とか個別とかあるの、それあんない、個別です、これ俺行くの怖くです、10秒ぐらいじゃね、10秒え、10秒だから本当に話していいんすか、10秒だってあっという間だよ、10秒なんてめっちゃ、だって 100m 走るよりぐらいですよ、まあ確かにオリンピック選手は1、2、3、4、5、用意ドンパーンからイエーイまでですよ、確かに確かにね、めっちゃ長いじゃないですか、やったーって話せるじゃないですか、あっという間だよ、10秒無理なんですけど俺マジで今から、まあ、本格的に今さやろうよ、何を、今ちょっとさ、はい、ストップウォッチ出してさ、はい、10秒測ってさ、はい、今俺と握手して、はい、俺を警備隊のメンバーだと思って、はい、10秒カウントダウンしようよ、10秒カウントダウンします、そう10秒ね、本当に10秒だよ、本当に10秒いくよ、はい、はい、いきます、ハラミさんの番ですよ、さあ、あ、こんにちは、あ、こんにちは、いつも見てます、 ありがとう、これからも応援してます、ありがとう、あ、終わった、剥がされた、今のぴったり10秒、ジャスト10秒です、やばこれぐらいのテンポ感です、どうですか、基本的に、うん、アイドルさんが自分から話すことはないんで、でも要はリアクションなんですよ、ハラミさんの質問に対する受け答えなんですよ、アンサー、Q&A だと思ってください、やばいよ、
でも長かった。うん、長いわ。爪痕とか残したいと思わないわけ？全然思わない。あ、もう今はでいい。爪痕残すってなんすか？例えば他の人がさ、うん、今のだとさ、やっぱりさ、みんな言うじゃん、はい、こんにちは、ありがとうございます、はい、いつも見てますって、はい、もう絶対言うわけよ、はい、握手会さ、10人いたら9人言うわけ。そこでこうさ、認知してもらう人ってなんかさ、そこでこう人が言わないことを言うわけよ。質問とかちょっと面白い、こう笑わせたり、わかんないよ、はい、そういうことで。俺はやんなかったよ、ちなみに。俺はハラミさんタイプだよ。いや、やんない方がいいと思います。そう、俺はハラミさんタイプ。いや、それでいいと思いますよ。そうそう、はい、そうそう、でそういうやついるわけよ。そういうやつね、うん、そういうやつ認知されるんだよな。でもされるのかな。俺なんかさ、笑かしてこようとするやついたらさ、おいってなりますよ。それはハラミさんタイプ。いやいや、ボロなんでしょ。なんだこいつってなっちゃうんですか。なる、なるんじゃねえか。なるだろ。ハラミさんだけ笑顔にすんだよ。なるだろ。はっはーって言いますもんね。そんななんか笑かそうとしてくるやつから、はっはーっつって。なんだろうね。まあでも、うん、俺は握手会の時は、うん、感謝をやっぱ直接伝えたいと思うから。わかるんですよ。そうっすよね。そうそうそう。あなたを、うん、こうに出会えたことで、そこんだけ充実した人生を送れてるんだよって。でもそうじゃん。そうなんだ。アラミさんの人生はさ、欅坂に出会う前に出会ったと全然違う。違う。違うでしょ。違う。それをさ、お礼を伝えないと。そうなんだよ。その場にしたい。そうそうそう。そうしていきたい。うん。だからもう今ので完璧じゃん。ただ、今はボーイだから握手もできて目も見れましたけど、うん、これがやっぱユッカーだと無理っすね。うん。手握りたくないっすね。じゃあ握らずに10秒。でも、こうわーって手出してくれるんでしょ。そうだよ。それをさ、握らないってすげえ失礼じゃないですか。うん、確かに。俺何回この話するんですか。俺すげえいろいろな場でなんかちょっと思考会と同じ話してると思う気がします。そうだね。まあこの話はまた別でひらがなで撮りましょう。はい、そうですね。ひらがなで撮りましょう。はい。はい、まあ頑張ってください。あ、頑張ります。ポンチョ君、ありがとう。ありがとう。うん、はい、ということでちょっとね、ミリギュラーお便りをね、一つ一発見ようというあれでしたけども、はいはい、あれだよ。なんすか、問題ってさっきさ2つあるみたいな感じでさ、はい、何の問題を抱えてる、はい、問題、まあこれ比較的ボーイもそうだと思うんですけど、はいはい、まあさっきと結構つながって、薄毛じゃねえよ、つながってるんですけど、うん、それこそこの間だ女性ゲストさん来てくれたでしょ。来た。で昨日ボーイはいなかったけど俺別スタジオ行って撮影だったんですよ。あるらしいね。うん、俺はその日ちょっとお休みいただいてたんで。そうそうそう、俺村井さんと行ってたんですよ、うんうん。で楽屋がこう何人かの人と一緒 で、うん、で村井さんはちょっと休憩でどっか行っちゃっててみたいな、うん、でそのもう一人の女性ゲストさんがいたんですよ、うんうん、で多々あると思うんですけど、楽屋とかここ部室で、うん、ゲストさんと二人きりになる瞬間めっちゃあるじゃないですか。あるよ。それは俺どうしていいかマジで分かんない問題っていうのが。それはなんかさ、大人なんだからさ。いや、これは大人子供関係ない。いやだってさ、うん、何、いや俺はちょっとね、ちょっと大人なんだからって思う時あるのよ。大人関係ない。いやだってマジで関係ない。ハラミさんより多分俺の方が緊張しいなんですよ。緊張しいわね。そうそうそう、はい、でも俺最初にハラミさんよりも先にその人にはまず会うじゃないですか。いつもゲストコラボする時に話し合いして、じゃあちょっとハラミさん呼んできますねって呼ぶじゃないですか。呼ぶじゃないですか。あるんです。その人から話してるわけよ。呼ぶんですけど、呼んで俺来るじゃないですか、うん、で、あ、おはようございますハラミですっつって、うん、本日よろしくお願いしますっつって、うんうん、なるじゃないですか、うん、で、うん、それやったらボーイどっか行くじゃないですか一回。いやだからカメラもさ持ってきたりとか、いや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 、俺がやってるわけですから。いやそうなんですけど、そうなんですけど、そうなんですけど、でファって、ファッ、こっちの空気やばいんですよ。もう心ぶりする空気はもう、ハラミさんそういう時さ、はい、何も用ないのにさ、出るよね。いや、俺の話じゃないですから。何も用ないけど、あなたについて、もう一回あっちのスタジオとか、あのね、事務所に戻ろうとする。いや、いいじゃないですか。だってさ、あなたは、まあ、やりとりしたらあなたじゃないですか。うん、コラボしましょうとか。うんうん、まあ、マネージャーさんを通してもそうなんですけど。マネージャーさんと連絡することが多いよ。多いですけど。連絡はあんまり、うん、多いですけど、まあ、でも言うて、その、マネージャーさんを通して、多分その、タレントさんも、ゲストの方も、リオナイさんがこう言ってて、こういう企画らしいですみたいなのも多分伺ってるわけですよ、うん、ね、だから あのリオナイさんかってなるわけじゃないですか。まあ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 、ゲストの方は、はい、俺だからファッて来て、ああどうも、あのハラミさんだってなる、いやーってなって、ベーの人だってなる、ベーの人だってなってたら嬉しいよ。なってるでしょ。なってないこともあるだろう。
それはなってるよ。なってる、なってると思ってさ、うん、あ、それこれは結局さっきの話と一緒なんですか、なんですか、欅坂のこと握手するのと同じだ。なんだ、だからその欅坂の子が、うん、そのハラミさんのこと知ってるか知ってないかって結局シュレリンガーの猫なわけですよ。シュレリンガーの猫ってなんですか。箱を、うん、この中に猫がいると、いると。死んでるか生きてるか分かんない、はいはいはい、で箱を開けたら、うん、どっちかの結果にたどり着いてしまうけど、うん、箱を開けなかったら結果は二通り存在するわけ、はい、そう、そうだ、そう、だから箱を開けないって。だシュレディンガーの猫、猫がいる、死んでるか生きてるか分からないっていう、その、うん、だから結果が二通りあるわけじゃん、選択肢がありますよ。だからそのどっちかを信じて突き進めばいいんだ。じゃあ今度からこう、うん、じゃあハルミさん呼んできますってボーイが呼んできて、うん、俺がおはようございますハルミンです、お願いしますっつって、じゃあ俺ちょっとカメラ撮りに行くんですってボーイがバーって行っちゃった後に、うん、あ、俺のこと知ってますかって聞きたい俺ハルミンなんですけど、あのベーのハルミンなんですけどって。いや、それで、それで知りませんって言う人はやばいよ。やばい、いや、でも知らない人いると、いるから、全然いるよ、全然いるでしょ、うん、でどうしたいの、じゃあ、その瞬間普通に、だってさ、もういなくならないほしいいや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 、もういカメラのセッティングとかしなきゃいけないカメラのセッティングとかあるのは分かってるけど、そう、俺も行きますよ、からなんで一緒に帰るのいやいやいや変でしょ、それこそ変でしょ変か、うん、変、そこはなんか頑張ろうよ俺。だからでもあれっすよ、それじゃあついてくるのが第一変だとして、うん、ここに残された私何やってるか言いましょうか、うん、例えばまあゲストさんこう奥の部室のこの辺に座ってらっしゃるじゃないですか。でバーって来て、俺ハラミですっつって、うん、この辺に立って挨拶するじゃないですか、うん、でボーイ行っちゃうじゃないですか、うん、でこの辺であーみたいなことにちょっと言ってブツブツ、うん、でちょっとスマホバーって見て、うん、あ、はーみたいなこと言って、なんかあっちのロッカーとかでガサガサって見るんですよ、うん、なんか動画の準備してる風を準備することないじゃん。いや、わかんないじゃん、でもゲストはそれこそそれがシュリリンガーの猫ですよ、わかんないじゃないですか俺が準備するかしないかわかんないじゃん、わかんないでしょ。だからあっちのロッカーとかガサガサ、あ、コップないかみたいなこと言ってみたりいや、言わなくていいでしょ。いや、やってないか、じゃやってますよ感ですよ。準備あ、スイッチここにあったんだみたいな、任天堂スイッチを、あ、ここかなみたいなことをちょっと言ってとかして、聞こえるか聞こえないかぐらいですよ、うん、そういう感じでもうなんかちょっと過ごして、忙してる、忙してる、なんかやってますよみたいな、うん、準備ですよみたいな、いそういう感じでやってます。面白いな、それ。いやいやいや、でも本当に特に女性の場合その様子を見たいよ、俺モニタリングしたいよ、それいやいや、テンパるハラミさんは、いや、テンパるっていうか、もうだから本当にやばいじゃないですか。え、あなた話せるでしょ。何言った、もう話すってなったらもう本当に話すしかないんですよ、うん、ガッて、もう、なん、どう、なんすかみたいな、うん、どうなんすかみたいな、それなんか違うくないですか。話したくない人もいるじゃないですか。まあね、ハルミさんみたいな、ハルミさんみたいな、こうカメラが回るまでも話したくない人いるかもしれないじゃないですか、うん、ね、だから、ね、あんまりこう、じゃあ別にアイフォンいじってればいいじゃん。じゃあちょっと、ま、あ、ちょっと恋愛来るまで待っててくださいねっつって、はい、ハルミさんはアイフォンいじる。別にそれ失礼じゃない。失礼でしょ、iPhone バーって。いや、なんか仕事してるのかなって思うじゃない。だって、例えばゴージャスさんのところに行ったとして、ゴージャスさんの楽屋に挨拶行くじゃないですか、うん、とか、俺らがこうやって待機してるとか、例えばゴージャスさん来てくれるとするじゃないですか、うん、で、ゴージャスさん携帯いじんないじゃないですか、その場で。その場で。いや、だってゴージャスさんは話に来てくれてるじゃん。そう、我々にこう、いや、この間リオナリ君あれ見て面白かったよとか言ってくれるじゃないですか。そうそうそう、それなんだよゴージャスさんを見習って頑張ればいいんだよ。あ、そうだ、そうだ、そうだ、だから我々はだからゴージャスさんが大人だから、うん、つまりでも大人とか関係ないと思うんですよね。気遣いいい人、性質です、性質、うん、ですよ。じゃあ どうしたい、どう見られたい、どう見られたい、うん、どう見られたい、結局そこじゃないですか。結局そこなんですか。だって別に嫌われてよければ、うん、こいつなんだって思われてもいいのであれば、うん、変な態度でもいいわけです。俺はね、俺はいいっすよ、うん、でもなんか一応さ、私とリオナちゃんと村井さん3人出てるわけですよ、うん、まあ、あなたがこう悪いなって印象あったら、うん、マックスのちゃんって全体がね、アップバンク全体が、うん、なんか悪い印象、 あいつがいるあそこだってなっちゃうじゃないですか。なるなる。なるだから俺はいいけど、それは良くないわけです。最悪だよ、それ。最悪なわけです。ああ、最悪だ。ですよね。だからそういう意味で言うと、よくは見られた方がいいじゃないですか、うん、よくというか、そうだね、そうでしょ、うん、こう
なんだあいつって思われるよりは、うん、なんかちゃんと来た人がいるなって感じ、うん、こう思われた方がいいわけ。ヘラヘラしてないよ。じゃあそれは iPhone 落として、今日よろしくお願いします。いやもうそれあなたじゃん。それはあなたじゃん。よろしくお願いしますって。それはあなたじゃん。いやいやいや。でもこれ結構あるあるだと思うんですよ。どこでも。あでも学校とかでもあるあるだと思うんですよ。そう。なんか知らんやつとね。そう。顔は知ってるけど、うん、みたいな。そう。顔そう。あるあるだと思うんですよ。話すか話さないか。大学とかでも最初のゼミで一緒だったけど、うん、3年間ぐらい経って全然会わなくなって久しぶりにこう。隣に座ってみたいな。そう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 、話すか話さないか絶妙の。そうそうそう、で向こうは明らかにこっちのこと気づいてってみたいな。俺がなんかこう無視してるのも気まずいなーって印象悪いなーっていう。あるじゃないですか。ある。だからみんな結構共感してくれると思うんですよ。いやそれはどうしようかなみたいな。にだから何どう思われたいか。俺は後悔しない方を選びたい。ああ、なんかというと、僕もねそういうの気にするタイプだったんですよ、昔はね、はいはいはい、もっと今よりもはるかに緊張してだったんで、はいはいはい、話しかけられなかったわけですよ、うん、でなんか変に話しかけて変な話題になっちゃって反省するっていうのが非常に多かったんですよね。僕は後から後悔するみたいな。そうなんだ、めちゃくちゃ、はいはいはい、ああみたいな、あの時のあの瞬間みたいな、はい、僕女性ゲストとコラボした時に帰り道いつも反省するじゃないですか。してる。今日ちょっとあれだったなみたいな、とか、ね、なんであんな緊張しちゃうんだろうみたいな言ってるじゃないですか、反省してるわけですよ、それが嫌なんですよ、はい、でなんで嫌なのかって言ったら、別に向こうはそんなこと気にしてないんだ絶対に。そなんですか。俺が気にしてるだけで向こうはそもそもそんなこと覚えてないわけ。あドッキリとさ、例えばコラボだったら動画撮ったの楽しかったなってその印象があるわけで、向こうはそう向こうは向こうで別のこと多分後悔してるんだよ。動画でちょっと爪痕残せなかったなとか分かんないけどね、うん、なるほどね。そう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 、うん、いらない後悔なんじゃないかって思い始めて、うん、まあ反省してその後悔を次に生かしてパワーアップするのはいる後悔だと、はいはいはい、でも別にパワーアップしなくてもいいみたいな後悔だったら、はい、いらない後悔なんじゃないかなって思う。なるほどね。そうそうそう、だから僕はもう後悔しないようにしようとした。そうそう、だから別に話しかけて別に話すよ、うん、話さないよりはさ、うん、そんななんかこうね、しかめ面して iPhone 見て古節とかそれは良くない、それは良くないね。食いようないから話しかけてみたいな、それでちょっと仲良くなれればいいなってのがあるかもしれない。この間はそうですね、この間は男性の方がいたんで、うん、その男性の方とこう喋ってましたけどね。え、特に女性ゲストがきついですね。マジでマジでどうしていいか分かんない。女性ゲストは何なの急に。今まであなたは俺のこと言ってきてて、いやいや俺もだって言ってたじゃないですか。俺も似やっすよって言ってたじゃないですか、ね、うん、無理よ、ダメっすね。俺は本当に女性ゲスト来ちゃうと女性にしか見れないんで。ああ、なるほど。逆にもう逆にか。そう、俺とはまた違う感じだ。そうなんですよ、違う感じなんですよ。難しい問題だ。難しいね。難しいね。そうっすね。結婚して柔らかいんだから俺は。そういう反省はまあもうそうっすね。どう思われてもいいでしょうね、女性に。どう思われてもいいっていうか、うん、まあそのこの世の中さ、うん、全人類に嫌われても、うん、もう妻だけは信頼してくれてるなっていうのがさ、うん、あるじゃん。それがあるからもう別に大丈夫かなっていう。そうですね。そうですね。なんとかなるなっていう感じです。それはある。そうそうそうですね。あともう一個話の流れですけど、あの昨日終わった後、まあツイッターで村さん言ってましたけど、うん、ラーメン村さんと食い行った。天一食ってたね。天一、あの新宿の。うん、まあ、そう、あれ新宿なの。前の事務所の、はいはいはい、近くの天一行ったんですけど、うん、俺ちょいちょい前からずっと思ってたんですけど、うん、村井さんと二人で話すことがね。ああ、それはね、あなたあるでしょ。いや、俺もそうだよ。いやいや、あなたはあるよ。ま、漫画の話とかゲームの話とかするじゃないですか。いや、でもね、その、あと仕事の話、なんつうの、動画とかでさ、これよく言うんですけど、うん、動画とかで、うん、あのよく言うっていうのは、土日とかって遊んだりするんですかみたいな、その、うん、まあ、不安感の方と会うんですか、あ、みんなで、ね、聞かれるわけ、みんなと会うんですかって、それは俺は会わないんですよって言ってる、はい、なぜかっていうと、もう動画撮ってる時間が、なんか、うん、その遊びっていう言い方じゃない、仕事だけはこうさ、わいわい喋りながらやってるから、もうそこで大体話してるから、話すことないよ、別に、うん、土日とかに集まってさ、うん、そう、それと一緒に別に話すことないよね。村井さんと一緒に飯食いに行っても、だって結局仕事の話になっちゃう。だから仕事の話するじゃないですか、うん、あの動画見ました、あのさ、あの動画こうでしたとかって言えるじゃないですか、そうそうそう、俺はもうそれすらないんですよ。
村井さんと話すことは、うん、ですごい失礼だなって俺は思ってるんですよ、上司だから。あ、ハラミさんがね。俺はそう、なんかやっぱこうお話をして、うん、なんていうの、まあご機嫌を取るじゃないけど、うん、なんか村井さんつまんないようにしなきゃいけないじゃないですか。でも村井さんそれも嫌じゃん、うん、それされるの嫌じゃん、村井さんってその気ぃつかれるの嫌じゃないですか、うん、だから村井さん気ぃつかれるのも嫌なんだよなとか思いつつ、でもなんか話した方がいいよなみたいな。でそれでそれで時が過ぎるって。でこれ、ま、お前え、村井さんに対して今さらそんなこと思う？俺ずっと思ってますよ。ああそうか。いや別にこの今更っていうのは僕は失礼な感じで言ってるわけじゃなくて、もう僕は6年目の付き合いなので。そうですね、6年さ、ほぼ毎日さ会話してさ、ね、誰よりも会話した人ですよ多分村井さんが、はい、一番誰よりも、まあ、ありますよ。そう、はい、で村井さんも普通すげえやろ、普通に動画の中でお前って言うもん。俺あれは本当にすごいと思うわ。俺はあれは6年だと言えない。じゃあ、じゃあ、あれは違いますよ。わ、いや、わかります、わかりますけど、そうそうそう、でも俺は6年経ってもあれは言えねえな。僕なんか動画界でそのお前とか言ってるところないでしょ。ない、動画界でないでしょ。ない、ないよ。だから分かってるんだけど、そう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 、分かってますけど、だとしてもすげえなと俺は思う。そうそうそう、誤解をね、招いて、誤解あると思うんですよ動画でね。そのちょこちょこ言われますよね、コメントでね、悪すぎるとか、お前とか言うな上司みたいな。外で言うわけないじゃん、そんな動画で言う、第3位にちゃんと言うし、うん、敬語なし、しっかりもちろんですよねとか、10個目だからね。そうそうそう、動画はやっぱこう面白くさ、ツッコミだからね。そうそう、ツッコミだし、その俺が多分その村井さん村井さんって言い出したらイエスのように見えてしょうがない。そうだ、俺それ嫌なんだよ。そうだね、うん、村井さんの見え方も良くないから。そう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 、うん、いやそうなんですけど、いやだから何話していいか分かんねえなと思って、なんか、ね、いやこれ、あ、これうまいっすねってもう何回も食ったことある天一を、これうまいっすねみたいな言うしかないって、あ、うまいっすねって。でもやっぱご馳走してくれてるから、うん、これうまいっすねって言う、もちろんうまいし、うん、あ、わかったわかった、言った方がいい。はいはいはい、じゃあご飯一緒に食いに行った時は絶対もうこれずっとこれだけ話してて、はいはい、いやこれうまいっすね、これってどうやって作ってるんですかこの一言でもう全てもうあと30分話せるから違うんだよ、これどうやって作ってるんですかね。あ、じゃあ鶏肉をなんかミンチにしてんのかなみたいなの分かんないけどね、鶏白湯だからそういう風にしてんのかなとか、そういうそこでも広げていけばいいわ。いやそれ、まあ、ボーイ村井さんにそれ投げかけたことあるかどうか分かんないですけど、村井さん大体そういう時ってそれ、ああうまいなって終わるじゃないですか。ああ確かに、もうそこで終了なんですよ、うん、ね一回泣いたけたことあるわあるでしょ、終わる、どうやって作ってるんですかね。いやそうだな、わかんないでしょ、考える気ないから村井さんって、うん、そうなんです。村井さんに対してさ、そんな悩みを持つことがそもそも間違いなんじゃないかって思う。でも言うてやっぱさ、こうさせっかくだから食べラーメン食べ行くかみたいなこと言ってくれるわけですよ昨日も、うんうん、ね、村井さんが言ってくれるわけですよ、うん、俺が連れてくださいよって言ったわけじゃないんですよ、うん、村井さんが行くって言ってくれて、あ、行きますって言って、うん、ありがとうございますって言って行くのにもかかわらず、何も俺なんかずっと黙ってたらなんかさダメじゃないですか。そうだね、なんでちっちゃい声で言ったのそうだねって、だどうしようかなっていう今後の課題です。4年目なのに、4年目、4年目なのに今後の課題でこうした方がいい、ね、じゃあハラミンさんへ の、 そのアドバイスをぜひね、あの次回 ね、 そうすね、お便りとかであの書いてくれると嬉しい。そうですね、いい解決策をね。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはいはい、普通音いきますか。はい、普通音いきましょう。普通音いきましょう。共通の話題がないんだよな。もうやったらアイドルとかさ、あとマーベル見ましたよとかさ。まあ、ハラミンさんとはね、あるね、別に。普通に全然話してるね。俺とか見ましたよ、ちゃんと。インフィニティ・ウォーとエンドゲーム。あ、エンドゲーム見に行った、見に行って言ってた。あ、よかったでしょ。よかったよ。で、それエンドゲーム見て、うん、で、まあ、こいつ誰だと思ったやつとかいたから。あ、過去のやつを見て。そう、キャプテンアメリカ。の一番最初のやつ見て、うんうん、アベンジャーズの最初のやつ見て、うん、でウルトロン見て、うん、でその次がシビルウォーじゃないですか。そうだね、シビルウォー 2,3 回見てるから、うん、でそこまでこうちゃんとそこは登って、あ、見た、一応筋が通りました。ああ、こういうことかと思って、おもろいね、面白い。マイティーソーラグナロク、そのそうそう見てないんですよ、バトルロイヤル、ね、ラグナロクってか、そう、バトルロイヤルは見た方がいいから。あ、そう見た方がいい。そうそう、ハルクとソーの関係性があそこで結構絆が強くなるというか、なんか俺がやっぱ最初シビルウォーから入ってるんですよ、うん、でシビルウォーに出てる人たちがメインなんだなと思ってたけど、最初ハルクとかがすげえメインじゃないですか。そう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 、ハルクなんだったらもうアイアンマンのなんかすげえ相棒みたいな、え、ビッグスリーって呼ばれてるんですよ、アイアンマンとキャプテンアメリカとソー。あ、そうなのか。あの3人がビッグスリーって呼ばれてて、そのマーベルの中でも人気の、うん、あ、だから、ソーがインフィニティウォーでああやって活躍するのか。
あ、そうそう、あの3人で一緒にこうさ、うん、言わないけど、言わないけどね、そう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 、あの3人が目立つじゃないですか、ね、はい、やっぱりどうしてもアベンジャーズになると、アベンジャーズになると、そうそうそう、それはビッグ3だから、いや、そうっす、そうそう、はい、そうなんですよ、そうだ、ロッキー出てきて、パズ、俺パズドラでも考えるから、うん、あ、ロッキーだと思って、うん、だ、北欧の神の闇のロッキーかと思って、そう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 、で、あ、ロッキーでこいつハンマー持ってっから、あの、あいつ、あの雷の光属性のあいつだってずっと思ってた、トールね、そうで、トール俺すぐ忘れるんですよ、うん、あいつな、名前なんだっけな、あれがそうだ、そう で、 とあで、トールだって思い出した次の瞬間ぐらいに、いや、そうって思われてて、え、トールじゃないかいってこいつそうなんかいと思って、そうそう、トールの英語読みがそうなんですよね、そうそうそう、ね、トールでそう、そう、トールでそうなんですね、とか、だから全部繋がった、おもろいっす、おもろいね、すいません、おもろかったって、はい、お便りにしたいと思いますが、じゃあこちらでいきましょうかね、はい、あ、じゃあまずラジオネーム、はい、ハルトマン、ハルトマン、はい、リオガイさん、ハラミさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いつもドッキリ動画楽しく見ています、ありがとうございます、今私は就活している学生なのですが、はい、どのように仕事を選んでよいか分かりません、自分は将来不動産の賃貸事業を行う会社を起業したいと思っています、ああすごい明確にあるじゃん、ね、そのため何を学ぶのかを基準に考えて動いています、リオガイさんとハラミさんはどんな気持ちでなぜアップバンクに就職したいと思ったのですか、仕事の選び方を参考にしたいです、長文になり恐縮ですがご回答よろしくお願いします、うん、いいですね、いいですね、はい、真面目な、真面目な、いいですね、いや普通オタですから、うん、うん、いいと思います、あの僕が選んだ理由は単純に僕が好きだったからですね、マックス村井が、マックス村井がつったアップバンクっていう会社の雰囲気が好きで、あ、こういう会社もあるんだって思って決めたって感じです、決めたっていうか、まあ僕の時はたまたまその村井さんがね、何回もいろんな話、動画で話してますけど、村井さんがツイッターで募集してたんで、で映像を僕でできたんで、あ、もうこれしかないと思って送ったって感じです、はい、それまでは就活してなかった、就活してなかったんですよ、っていうのはそのみんなその就職がゴールになってるって感じがしてたんで、おうおうおう、周りの大学、友達のみんなが、うそ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 う、おうおう、それでなんか内定取ったみたいな、内定を取るがゴールみたいな感じの喋り方みんなだったんですよ、おうおう、確かにね、周りのみんながね、おうおう、で本当にその会社好きなのって思ってたわけよ、俺は、おうおう、やりたいことなのって思ってて、で俺は正直そのそういうのやりたくなかった。だから、ああ、いや、いい、入りたいって企業、思える企業がなかったから、あ、一応調べた、調べたんですか、調べたとか、まあどういうさ、みんながどういう会社、企業に勤めてるのかみたいな聞いて、みんなにどんな会社行くのみたいな、うん、でもそれをね、行きたいと別に思わないし、うん、でみんな本当にそう行きたいのかな、その会社好きなのかな、その会社のこと 100% 知ってんのかなみたいな思ってて、そういうの聞いても角が立ちますからね、そうそう、聞いても角が立つし、なんかそれを失礼だなと思うしさ、うん、ってなって、俺そういうさ、自分が興味がないところ行っても辞めるって分かってたから、はいはい、元から興味ないから、はいはいはい、だから してなかったって感じですね、うんうんうん、で、うん、アップバンクがいいなと思って、あ、この会社だったら入りたいなって思って、うん、でそしたら村井さんが求人出したって感じです、お金、それはみんな、まあ、やっぱ動画見てる人はみんなそう思うでしょうね、そうそうそう、結果みんな辞めちゃった、その時相手の人だよって言ってた人たちは全員辞めたから、転職が知ってる限りでは転職した、全員転職した、全員転職、あ、全員転職したか、全員転職、同じだから、やっぱ そうだ、その同期の中、いろんな同期、いっぱい同期いるけど、同期の中でも俺だいぶ続けてる方っすね、6年ですもんね、うん、うん、立派ですよ、そうそうそう、いや、偉いです、そこじゃない、だ俺もリオガリさんもどっちも就活をしたことはないからね、うん、ただ選び方はそうじゃないかな、なんか内定取ることゴールにしちゃダメだと思います、お、このハルトマン君さんなのか分かんないけど、ハルトマンってか目標、内定をこの会社に入るぞを目標じゃなくて、うん、その会社で何を自分がしたいのかっていう人生ですから、結局会社、だから結局入社した後勝ってくやつってそういうやつじゃないですか、あ、出世していく人って、うん、なんか分かんない、俺も半沢直樹とかに知らないんですけど、うん、なんかね、その御社に入社した後こういうことがやりたくてみたいなさ、うん、そのプランを持ってる人がさ、そうそうそう、出世していくんじゃないですか、そうそう、会社でのプランと自分の人生のプラン、なんかどういうことをしたいかっていう、ね、そうですよね、あとどれくらい好きかだね、結局好きこそものの上手なるっていうから、うん、ああ、まあその通りだ、そうそうそう、うん、そんだけ努力しても好きな、これが好きだっていう人に勝てないと思うから、好きな人の方が努力しちゃいますしね、そうそう、しかも努力してる、してるっていう感覚じゃないんだ、ないんですよね、ただ好きでやってるが、それが努力に繋がってるっていう、そう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 、そこに行ければ
最高かな。勝ちですね。って思う。そうですね、うん。確かにね。そうそう。なんでも、うん、その送ってくれたハルト君は、ハルトマン君は、うん、その明確なさ、こうやり、うん、これがやりたいですってあるじゃないですか。あるじゃないですか。ね、賃貸事業を行う会社を起業したい。そうそう。だからさ、うん、賃貸事業を行う起業してる会社を行いたいって理由が何なのか分かんないけど、うん、例えばこういう人に憧れてとか、うん、それ多分いっぱいいると思うんですよ、成功者がそのことをやってて、うん、その成功者、いろんな成功者を見て、うん、どういう人になりたいかっていうのを自分の中で大事って。それになるためにはどうすればいいかっていう、じゃあ例えばその人がこういう勉強してたから俺もこういう勉強しよう、そういうのが一番手っ取り早いというか、そうですね、がむしゃらに考えるよりは、そうですね、うん、大事ですね、うまくいくコツなんじゃないかなと思う。いや、そうだと思います。いいと思いますよ。なぜすごい真面目に回答して、いや、いいじゃん、真面目、いや、いいですよ、うん、いや、いいですね、ね、いいと思いますよ。そうですね、うん、なぜ僕はだからより出番を増やしたかったから、うんですね、単純に、うんうんうん、まだあれですよ、大前提で好きって、ね、好きってのはもちろん前提だって、うん、すげえ見てたからね、うん、そうすげえ見てたから、ね、俺らはそうですね、そうですね、俺らはそうですね、うんうん、っていうことだと思います。はい、ハルトマン君頑張ってください。ハルトマン君頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一個ぐらいいいですか。はい、じゃあこちらかな。あ、ちょっと私事ですけど、はい、地獄から蘇ったウサギ、はい、はい、リオナさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。アップバンク面白会社の日常を楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。ハラミさんへの質問です。はい、ハラミさんはシミュレーションでとことんヤバい人を演じていますが、ゲストがいようが何だろうがあのテンションを貫けるメンタルをある意味尊敬しています。また体を張っていく勇気もすごいと思っています。その勇気はどこから来ていますか。私は1個質問があるんですけど、はい、私ヤバい人演じていますか。そっからなんですよ。なんかコメント欄でさ、最近すげえハルミンさん薬やってますかとか、このハルミン本当にヤバいやつなんじゃないかみたいなコメント、 ありがたいですよ、すごい嬉しいんですけど、そこまで言ってもらえるのは、うん、いただくんですよ、うん、俺そんなヤバいことやってる自覚ないんですけど、ヤバくないね、俺ヤバいと思ってないでしょ、うん、ですよね、うん、よかったよかった、思ってないですよ、うん、やりきってるだけだと、やばいじゃなくて、ああ、うん、そうですね、うん、うん、やる気って言われますよ、もちろん、そうだね、それはそうですよ、やる気になるぞってもう一回やってくださいって言われるじゃん、やばい人だと思わなくて、やばい人なのかな、まあまあまあ、やばい人じゃないじゃん別に、やばい人じゃない、やばい人じゃないし、常にあれだったらやばい人だ、カメラ回ってないときは、それはちょっと俺さすが俺もやばい人かなと思うよ、あれあの人やばい人かもな。ハラミさんってちょっとヤバい人ですかねって多分他の人に聞くかな。そうっすよね、うん、そうっすね、じゃあ俺だけそう思ってるのかなっていう、はい、ちょっと他の人に聞こうかなって。ちょっとハラミさんってヤバい人だと思いますよ、グッサグッサグッサで、あ、ちょっと僕もヤバい人だと思ってましたっつって、あ、ですよね、そうっすよね、あ、よかった、そうですよね、っていうさ、あ、くだりが聞いた方がいいですね。そう、はい、そうなります。ヤバい人だと思ってないです。思ってないですよね、うん、そうなんですよ。でゲストがいようがとなんだろうと、あのテンションを貫けるメンタルをある意味尊敬していますと、うん、だってやるしかないですもんね。そうなんだよ。そうなんですよ。よく来るよね、その、ね、この場でこのテンションで入れるのはすごいみたいな、うん、あれ分かんない、ハラミーさんがどう思ってるか分かんないですけど、うんうん、俺もさ、シミュレーションやるときだって一人で、例えば席替えドッキリのときとか俺一人でやったけど、うんうん、あれ結局そのやりきらないと、うん、後で動画で編集したときに面白くない、思わないですよ、照れてると天才してるとさ、そうそこで後悔、そっちの方が後悔するんですよ。そうなんですよ。なんかその時に恥をかくよりも、うん、後から見てはこいつ面白くねえな、なる方が嫌なんですよ。そうなんですよ。俺はだからその素材取ってデータグッサン抜き取って、うん、グッサンがファイナルカット並べるじゃないですか、うん、でちょうど編集始まってシミュレーションのらへんでやっぱフフって笑うんですよ、うん、グッサンが素の素材だけで、うん、で、あ、よっ、オッケーと思って俺はあ、よかったよかったと思ってシミュレーションだってさ、撮り直したりもしてるもんね、俺。そうですね。俺はやっぱ昨日のあのタピオカでリオネさんが困るやつ面白かったですけどね。タピオカで困るやつ、あー、はい、ハッピーハッピーですね。急に降ってきたやつね。そう、あれは俺いつかやってやろうと思ってたんですけど。そうなんですよ。急に違うのやめろよ。そうそうなんですよね。いや、まあまあそうですね。だからでゲストがいようがね、行くしかないですね。そう後悔したくないからね。そうですね、まあそうですね、うん、いや、そうです。だコメントも
ね、嬉しいですよね。あれね、いいですよね。いや、やばい、やばい人だな。あ、やばい。シミュレーションやばいってコメントめちゃくちゃ嬉しいよ。シミュレーションやばいっていうコメント、うん、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいですね。体を張っていく勇気もすごい。体別にあんま張ってないですけどね。もっと張りたいですけど。そうだね。うん、張ってるっつったら張ってないからね。張ってないですよ。だから、スカイダイビングぐらいじゃないですか。うんうん、体張って、でもあれは楽しかったから、うん、別に張ってない。そうだね。体張ってないから。シミュレーションは別に体張るって感じでもない、うんうん、だから多分あの顔に白い塗るとかを多分この方は言ってくれてるんですよ。あのシミュレーションをなんか渋谷のスクランブル交差点とかでやったら体張ってるかなっていう感じはするけど、ああ、うん、まあそうそう、まあ、やろうとは思わないけどね。思わないけどね、うんうん、多分そっちの方が俺はできる。ああ本当に、うん、多分もうもう何て言うんですか、こう遮断できるんですよ。あーもう下界のね、もう遮断、そう周りを遮断できるんですよ。ああファって X メンが、あ、そうなの、分かんないけど遮断マン、遮断マンってダセーなダセーなダセーなダメになりそうだなダセー遮断する遮断するっつって遮断マン、ちょっと必殺カットそうなの遮断マンブームっつってね、パーソナルエリアダセーんだよな、全部ダセーんだよな遮断できるからまあ、うんうん、っていうことですね。はい、ありがとうございます。もう一通ぐらい、もう一通ぐらい言っていいですか。行きましょう行きましょう。あ、たくさんねくれたわけですよ、うん、3通は言われました。はい、これはじゃあちょっと短く短いの、はい、リオネさんにパッと答えていただいて、ジェロニモさん、ジェロニモさん、はい、リオネさん、ハラミさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ふとサッカーのゴールシーンの部分を切り取って載せている方のツイッターの投稿を見て、はい、こういうのは OK なのかなと思いお便りを送らせていただきました、はい、前回のラジカケでツイッターでの動画の天才の話題が少し出て、はい、リオネさんがうちの動画に関してはおもろいポイントを載せて投稿するのは構わないとおっしゃってましたが、はい、例えばドッキリで村井さんが驚くところを10秒くらいの GIF 動画、うん、ギフ、うん、動画ね、自分動画にしてツイッターに投稿するのは OK なのでしょうか。問題ありません、問題ありません、フリーでございます。ありがとうございます。はい、あの、はい、悪意がなければ OK です。そうですね、あ、そう、悪意がなければ OK、あの、例えばなんかその村井さん落とし入れるとかさ、うん、嘘のテロップつけて、うん、違うさ、うん、僕のうちのアップワークにとってダメージになるようなこと、うん、そう、悪意になること、うんうん、をつぶやいたらそれはなんかね、うん、いやダメですけど、もちろん、はいはい、その面白いと思ってくれて、うん、これ面白いってなって、うん、リアクションレジューでブヤーってなってるところから全然 OK です、うん、全然 OK ですね。それをもうなんか、うん、むしろ嬉しくて、そういうのも本当に拡散してもらえて、うんね、うん、知ってもらえるきっかけになる、うん、全然 OK ですよ、全然 OK です、はい、あとその今回ちょっとピックアップはしなかったんですけど、うん、あのお一人の方が、ラジオを文字起こししてくれって、あー、あったね、俺らね、そうで文字起こしした動画を作って限定動画で公開していますみたいなお便りくれたんですよ。あ、公開してる、限定で、だから URL 載っけてくれてて、あ、そうなの、そうで俺は見たんですよ、うん、で面白かった、うん、ありがたい、あ、嬉しいね、嬉しいですね、ありがとうございます。俺はちゃんと見ました、ありがとうございます。その動画ちょっと後で見ますよ、うん、あのあれです、村井さんがクビにされる回ですいやー、すごかった、ちゃんとあのワン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 、そう、つけてくれて、ありがたかったですね、ありがとうございます。はい、と、もういいですか、もっと読みますか、平気ですか、もう、あ、もう一つぐらい、あ、読みますか、もう一つぐらい、オッケー、じゃあどうしようかな、じゃあこの方にしましょう。はい、ラジオネームイッチさん、イッチさん、はい、リオナイさん、ハラミさん、こんばんは、こんばんは、この間は読んでいただきありがとうございます。お、なるほど、この間読んだのか、ありがとうございます。これからもラジカケ聞きますので、これからもよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。ところで5月15日配信のラジカケで、ブリーフとトランクの話が、トランクスかの話が出てましたが、うん、私は小学生だった頃暗黙のルールがありました、うん、それは小学校3年生まではブリーフで、4年生になったらトランクスを履いていいというもので、今となればなんでと思うルールでした、うん、それを破るとなぜか上級生に睨まれるということがありました。そして学校のルールなんですか、学校のルールなんですか、そして4年生になった時にトランクスへ変えた時は何か自分の中で大人に近づいた気分になったことを覚えています、そこでアップバンクで暗黙のルールというのはありますか、あれば教えてください、よろしくお願いいたします。暗黙のルール、暗黙のルール、アップバンクの暗黙のルールな、なんですかね、村井さんのダジャレは無視するとかですかねあの僕のルールになりつつあるかもしれないなそうですね、村井さんのダジャレは無視しますね、まあそれはしてくれって言ってるんで、村井さんが、うんうん、暗黙のルール、
暗黙のルールえ、ないんじゃない、そんな気にしたことないけど。いや結構でも俺入った時結構すげえなんかあるなと思った気がするけどな。覚えてないだけかな、俺は。あーかなー、なんなんか暗黙のルールって思い出せなくない、うん、暗黙だからね。そう、暗黙だからさ、みんなが自然にやってることってだからさ、はいはいはい。でも多分あれなんですよ、俺らはスタジオグループというかこう動画班じゃないですか、うん、動画班以外の人は多分すげえあるんですよ。ああ。なんか村井さんの席ってちょっと今奥まったところにあるじゃないですか、うん、あそこでちょっと大きめの声を村井さんが出し始めたら多分撮影だから、うん、なんか他の人はちょっと声出しちゃいけないとか、なんか多分いろいろあるんですよ。あるね、多分ありますよね、うん、我々以外のところではね、あるかもしれない。声出しちゃいけないっていうのは別に喋っても OK なんですけど、うん、そのこの漏れちゃいけない情報とかを話さないでくださいねっていう、その動画に載っちゃうから、あ、撮影始まったなみたいなね、そう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 、とかがきっと多分他の方はあるんだろうなっていうのはありますね。なんですかね、なん暗黙のルールあるんだろう。だって6年ぐらいいるわけでしょ。うん、いや感じたことないけどね、暗黙のルール。まあ比較的自由な会社ですけどね、うん、うちね、比較的っていうかすげえ自由か、うん、自由でしょ。なんかそれこそ今では私はもうこう短パンとかあのサンダルで出社してるじゃないですか、うんうん、それももうでも最初の方はすごいあれですよ、控えていましたよ、うん、最初の1年目とかは、うん、ずっと長ズボンで来てましたよ、夏でも。俺は短パン1年目から1年、いや2年目ぐらい。1年目じゃずっと夏長ズボンで行ってたんですか。長ズボンで行ってたけど、はい、高橋さんめっちゃ短パンで高橋さんめっちゃ短パン、サンダルで来てたから、はいはいはい、短パンサンダルいいなと思っていいっすよね、短パンにしてた、はい。でもあれはなんかやっぱこう高橋さんだからっていうのがあったじゃないですか。あと俺別に社外の人と会ってなかったし、その時社外の人と打ち合わせとかない、今はあるけど、はい、別に当時ないし、はい、ね、別にどの格好でも仕事できるし、はい、営業とか行くわけでもないから、うんうんうん、だから別にそうっすね、打ち合わせでも全然短パンで行くけどな、そう思うな、うん、まあ今でこそ、はい、ね、うん、別にないですね、特にないですね。なんか特殊だからね、我々の仕事も動画を撮るっていう。まあそうっすね、あそうっすね、うん、極端な話で言うとタレントさんがそのどっか移動するとき服装気にしてますかって話で、まあ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 、あでもこう撮影が詰まってる日とかは、うん、いつなんていうのかな、こう案件の動画が来てもいいように比較的無地で行きます。ああそれはある、無地の服で行く。ああそれはある、うん、あの暗黙のルールね、案件の撮影の時に、うん、そのキャラクターもの、IT ものの、もう何かをつけない。つけない。それは、無駄、比較的無地。で、比較的無地で行くと、去年の夏みたいに、なんか初期アバターみたいな感じで、いじられるんですよ。いや、そんな、まあ、いや、嬉しいですけど、いじってもらっていいんですけど、いや、それはだってさ、っていう。ね、体型が初期アバター。体型が初期アバターってなんだよ、パムジーの。パムジーのってこと？そうそうそう。初期アバター、もうパラシュートで怖いところでだけど、体型がね。そうですね。うちはね、暗黙のルールないかもしれません。うん、ちょっと、まあ、この後、うん、ラジオにするかわかんないけど、うん、ちょっと考えてみよう。はい。このまま。はい。はい、というわけで、ありがとうございます。ありがとうございます。投稿フォームは概要欄にリンクがございますので、はい。はい、そちらからお願いします。そして、はい、選んだんだけど読めなかった人、言っていきたいと思います。はい、はい、ラジオネームラビットつとむ。ラビットつとむさん。ラビットつとむさんって関根つとむさんを尊敬してるんですかね。あ、そういうこと？わかんない。ラビットつとむさん、お答えください。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてテルさん。テルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。しょうこさん。しょうこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。アンズエキスさん。アンズエキスさん。はい、そしてサク。サクさん。はい、マロ。マロさん。マロさんね。で、一致3位。はい、ということでございます。ありがとうございました。はい、ぜひね、概要欄のリンクからお便り、どしどし、ご応募するので、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんて言いました、今。なんて言ったの。まあ、お願いしますとかね。お願いします。お願いします。どしどし募集しております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、ここからは、ドキリ工場委員会。よーい、はい、今週もやっておりました、ドッキリ工場委員会のコーナーでございます。ドッキリ工場委員会は、はい、うん、今週は、3つ。向上してるんですかね、何が。工場委員会がやることによって、ドッキリは。果たして。困っちゃった
じゃねえかよ困っちゃった。してるよ委員長が。してるしてるしてる。でこっからなんか、うん、あってなることもあるしね。本当ですか。読んでいきましょう。読んでいきましょう。はい、はい、受け50回、はい、1つ目、はい、ようこさん。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 ようこさん結構あの独特の世界観がある方ですね。そうなんですよ。はい、はい、ようこさん、言わせていただきます。お願いします。テンテレの言葉で車内が崩壊し始め、君を乗せてが流れ出し、マックス村井が空へ飛ぶ感じが出来る。全米が泣くわ。ラピュタじゃねえかよ。おい、ラピュタだろこれ。君を乗せてって言ってんじゃん。ただ面白いよ、うん、優しい理由、はい、音楽の持つリラックス効果で仕事の能率が上がる。そこか。君を乗せてなんだ。なそこいいじゃん。君を乗せてが流れ始める。音楽が流れ始めるときいいじゃん。でいいじゃん。何でもいいじゃん。そう。そこは。車内が崩壊ってこれ物理的に崩壊するんでしょ。ガラガラガラ。これね、まあ、どういうこと。バルスの後ってこと。バルスの後で、はいはいはい、バルスで崩壊して君を乗せてで、だからそう、そうラフタが、うん、でマックスの上がラフタなんですけど。そう。それ飛んでって、はい、でもラフターはリラックスするとですね。するわけねえだろ。わけねえだろ。つけんなよ。別にラフター見てリラックスしねえから。そもそも。そもそもが。そもそもがね。そもそもがね。ジブリジャズとかだったら分かるから。あ、ジブリジャズね。ジブリジャズ。ある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 。あれだったらまあリラックスするけど、ね、はい、はい、ありがとうございます。いい世界観です。いい世界観、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい、次、ウリさん。ウリさん。ひらがなでウリさん。はい。言い読みますね、はい。シンプルですね。シンプルですね。出社したら土俵入りをしているグッサン。何ドッキリなのこれ。もう何なんですか。何なんですか。ドッキリじゃねえじゃねえ。グッサン、グッサンをいじり始めてるの。本当だよ、優しい理由、はい、塩の代わりに iPad を投げる。いや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 、意味がなかったこれ。どこがいいことなの。どこが何なの。優しい理由じゃなくてこれがドッキリだって。ドッキリ2つになってる。そっちじゃねえか。ドッキリじゃ。塩の代わりに iPad 投げる。代わりじゃねえよ全然、うん、痛えよ。ごちゃごちゃしてるドッキリだろ。グッサンでびっくりだし、iPad でもびっくりだし。だからこれはやっぱグッサン、そうですね。グッサンがやっぱ東京。グッサン人気なのかな。人気ですよ、やっぱ。うん、何って言ってほしいですよね。何って。ないやないやね。ないやねって。あの笑顔でね。この間のタピオカドッキリも来てましたからね。あ、そうだね。グッサンで、ね、ひらがな。ひらがな来てました。じゃあ次ね。はい、ブラックゴリラさん。ブラックゴリラさん。ブラックゴリラさん。カタカナブラックゴリラさん。はい。いや、これもう大人気だな、本当に。あら。グッサンマダガスカルに移住、うん、かっこ地球儀を小脇に。でグッサンのこの書き方もさ、グッ腰サンなの。本当だ、すげえゴージャスさんだ。ゴージャスさんになってるんだ。ゴージャス人気すぎるだろ。ちょっと、はい、優しい理由、はい、すぐにドッキリだと気づくと思うが、うん、それを悟らせないようにすることで村井さんの演技力が上がる。いや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 、上がってねえじゃねえか。上がってないだろ。上がんねえんだよ。グッサン向上委員会じゃん。マジで。グッサンがもうすごいですね、うん、仕掛け人としてどんどんね、なんか向上もしねえし。そうですね、グッサン委員会。グッサン委員会。グッサン委員会。いやいや、これはやばいね。これダメですよ皆さん、来週からグッサンって書けば選ばれるんだと思ってダメですよ。来週から二度と選ばれない。今回はたまたまです。二度とは、二度とは言い過ぎだけど、今回たまたまですからね。たまたまグッサンが、ね、そう。たまたまね、そう、グッサン総括されたっていうだけで、次回からは、ね、そうそう、弾くから、ね。弾く。うん。うん、面白ければいいなと思って。そう、面白いのにグッサンって入ってたから弾いちゃったみたいなケースもあるあるかもしれないね。あるかもしれないね。それね、確かにね。このコメントで、ね、真に受けるかどうかあなた次第で。好きだからな、やっぱこう、なんて言うんですか、まあ、言っちゃなんですけど、メインで出てるのは僕とリオデさんと村井さんじゃないですか、うんうん、よりもこう、あるあるかも分かるんですけど、やっぱこう、周辺にいる人の方がこう、スポット当たるってあるんですよね。まあ、そうそう、あるあるある。だから俺も最初そうだったんですよね。そうですよね、リオデリオデってね、そうそうそう、最初。あの後ろに見えてる子が、ね、で今で言うとマリコ様なのかな。ああ、そうだね、マリコ様とか隣にいるマスクの女性がみたいな、グッサンとかね、ありますもんね、やっぱりね、うん、なんですか。いや、面白いな。面白いですよね。うん、うん、いいじゃん、いいと思います。はい、というわけで、はい、今回はヨーコさん、ウリさん、ブラックゴリラさんの、投稿を読ませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらにね、ドッキリ向上委員会も、概要欄にリンクがあります、はい、方法ありますので、ぜひぜひそちらに、ご応募してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、今週は以上ですかね。はい、はい、いや、たくさんの
ね、お便りを読みまして、そうですね、ハラミさんの問題定義がちょっとメインになったかな。結局解決してしなかったね、ハラミさんのその問題は。解決しない、うん、僕が女性に慣れていくしかない、うん、なんか解決した方がいいと思うけどね、これは。今年の目標にしてくださいよ。あ、今年のってか、その34歳の目標ですか。うん、女性に慣れていく、そう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 。ゲスト、いや無理、無理だよ、みんな綺麗なんだもん。だっていやいや、ゲストで来るのさ、だってもうさ、なんすか、はい、あのスクリーンデビューもしてるわけだからさ。お、そこをいじっていきますか、うん、スクリーンデビューしたじゃないですか。映画デビューしたでしょ、ハラミさんのツイッターで見てる方はしてると思うんですけど、ハラミさん映画に出演されたということ、はい、失礼します。あのポスター見たんですよ、はいはい、あのタイトル何だっけ、湯沸かしさなこ29歳、さなこ29歳、うんうん、あのタイあのね、1枚のポスターがあって、はい、下にこう出てる人って、はい、ハラミンってカタカナで、ここハラミン、ゲーその役者名ハラミンなんですか。だから役者名ハラミンなんですよ。にしてくれ、してしてって言ったんですか、ね、してって言ったって、なんか紹介文を載せ、取り急ぎ知りたいからって言われて、はい、その映画撮影前に、はい、河野君とハラミンどっちがいいって言われたから、じゃあハラミン、河野ではツイッターやってないから、じゃあハラミンにしてって言いました。いいね、あれあれすごい目立ってポスター見たら、だってカタカナでハラミンって、みんなさ、うん、名前じゃん、そう名前でカタカナでハラミン、ハラミン、しかもケツに俺ハラミンだったですか、うん、他の役者さんとも出られてるわけですよ、うん、俺なんて別に役者でもなんでもないから、うん、友情出演だ、ちょい役で、ちょい役です本当に、うん、他のねベテランの役者さんとも出てるのに、その方名前載ってないの俺が載ってるんですよ。え、恥ずかしいね。あら、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 やだよ。俺、そう。見に行きたいな、ちょっと俺。絶対思ってないじゃん。いや、本当に映画好きだもんね。いや、でも、そう、笑っちゃうな、俺でも。笑っちゃうな、瞬間に。しかもなんか、俺笑っちゃうようなところで出てくるんですよ。あ、笑っちゃうな、それ。笑っちゃうとこじゃないのに。俺、まだ見てないんですけど、俺は。あ、見てない、見てない、まだ見てない。死者とか言ってない。死者なんか、死者はなんか、水曜日の、朝10時からタワーでやりますって言われていけるわけないぞっつってふざけるなお前、働いてるでこっちはっつってどうだった。いや、なるほどね、はい、はい、気になる方はねチェックしてみてください。お願いします。はい、というわけで、はい、以上ね、うん、今週のラジオでございました。よかったですな。よかったですね。よかったですね。はい、ハラミンさんの、ええ、問題に対して、はい、あのさ、ぜひお便りだったり、コメント欄、そうなんですね、ツイッターでリンクを送ってあげてください。いや、共感をしてくれる人いっぱいいると思うんだよな。うん、いや、俺も共感したよ。僕も緊張しちゃいますね。共感したし、ね、でもなんか、結局答え出さないです。いや、そうだね。もじもじしちゃったままで、結局後悔しちゃうかなと、当日まで。はい、そうですね。これからもゲストが来られるからな。そうです、そうです、ね。やっていきましょう。やっていきましょう。はい。はい、というわけで、うん、以上、はい、今回の、今週のラジオの仕掛け人でございました、はい、記念すべき第10回と、はい、あ、そう第10回で記念すべきみたいな、まあ、10回スペシャルとかじゃないですね。10回スペシャルとかじゃない、スペシャルね、特にだから、そう、 TBS ラジオの方にとってます。そう、もうスペシャルウィークはないってことです。あ、ない、 TBS はないです。常にね、常に、そう、常にスペシャルだと思う。そう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 、やっていこう。常に聴取率週間、そうそうだ、はい、やっていきましょう、うん、はい、というわけで、今日の仕掛け人はリオナリとアラミンでした。ありがとうございました。さよなら。